はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画日光です。スターホースポケット始めていきましょう。今回から、新しい章のスタートです。第30章ですね。おはよう。カタノミンディ頑張ってくれました。ドリーム、サマードリームチケットってなんだ。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プラスワンダー、あ、いろいろあるな。オペラオガチャ。プラスワンダーガチャ。サイレンス鈴鹿ガチャ。お、これだけ金か。笑顔見せて。作物ができてるね。は収穫してなかった。プレゼントを受け取る前、神社に行って奉納できますね。一番奉納。おみくじを引きます。お、いきなりラッキー話。ラッキークエスト達成で、クエストを受け取る。この部屋いつも通りですね。はあ、さあ、カタノミッティ、ちなみに成績はご覧の通り。SWBC2 着が光りますね。決闘表を見てみるとご覧の通り。前回ですね。ミッティを。ミンディ母親なんですが、ミンディに、刀アラビアを種付けしました。生産です。まあまあかな。もうあのコインに任せていい配合だね。作りまくりますよ。ん、あれ、まあまあかな。いや、カタノミンティだけど。あ、そうか、カタノミンティ牝馬だから。まあまあかな。すごいな、マックイーン。マックイーンってまだつけてないですよね。まあまあかな。継承型がいいです。いい配合だね。継承型か堅実、継承型で堅実が。でもハーリンジャーもやってるんですよね。まあまあかな。まあまあかな。まあまあかな。あ、下の方が高いんだ。すごいな、まあまあ、バイアリータークとか。これはダメだよ。まあ、バイアリータークがすごそうですね。まあまあかな。バッハワンは一発型。これはダメだよ。一発型は良くないな。まあまあかな。まあまあかな。これはダメだよ。まあまあかな。SSR いい配合だね。まあまあかな。うん、良さそうですね。継承型ではあるし。一応平均だし、生産コストコインなんかは高いですが、余りまくってますからね。使いましょう。生産。あ、ここの種付けって結構大事で、
世代重ねするんだったらきちってはいけないとこかもしれない。お、すごい滝が、滝から出てきた。まあなかなかいいんじゃないでしょうか。お、なんだこれ。おし、雷だ。これで終わり？元気だね。すごいな。もう単純につけます。バイアリータークなんで、バイアリー。もう単純です。はい。父を名前から取ってます。名前はいいんで。肩のバイアリー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 。これで決まりです。基本的に区切るところで、アクセントをつけた方がいいです。さあ、いよいよデビューですね。バーセーバーってことですよね。ですよね。2400あたりのデビューしてた。さあ、これでオッズを確認します。お前ならいける。っていうか、いけ。1.0 倍だ。投票受付を開始します。なかなか優秀なんじゃないでしょうかね。たやすくって言ってますからね。行ってみましょう。すいませんです。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。6番ラッキーフェスが先手を取ります。そしてその後ろからナイルアワー、ササハッピー、外から1頭ゴーヨーローレル、そして5番手に2番ラブエフェクトでやります。その後ろ3馬身くらいあってシーザーセレナード、きらめきワンダーが上がってまいりました。各馬第1コーナーに差し掛かります。それから天竜王、そのうち自然ドリーム、3番ノーベルペガサス、12番光パワー、肩のバイアリー、しんがりからレースをしています。第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー、さあ先頭の方はどうなっているか。これが先頭、6番ラッキーフェス、ナイルアワーが並んでいっています。ササハッピー、外を通ってゴーヨーローレル、ラブエフェクト、その後ろ3馬身くらいあってきらめきワンダー、外を通りまして10番シーザーセレナード、それからもう1頭天竜王、内を通りまして自然ドリーム、さあ第3コーナーに差し掛かります。内から1頭3番ノーベルペガサス、光パワー、これが注目の馬。7番カタノバニアリー、鞍上は海老田正義、流れるようにレースが進んでおります。先頭は依然として6番ラッキーフェス、これと一緒にナイルアワー、1番ササハッピー、その外ゴーヨーローレル、そしてその後ろから2番ラブエフェクト、それからきらめきワンダー、その外スーッと天竜王が上がっていきました。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線、肩のバイアリー直線伸びてくるのかどうか。先頭秋山とササハッピー、一気に抜けた肩のバイアリー、突き放すか。ムチが飛んでいるラブエフェクト、先頭海老名と肩のバイアリー、7番肩のバイアリー、抜けた抜けた肩のバイアリー、新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビューが次あります。いや、最高から残り 600m で一気に突き抜けていきましたね。2着争いです。肩のバイアリーは圧勝です。いきなり G1 行っても面白いんじゃない。よく頑張った、偉いぞ。芝は20番は知ってます。おめでとう。
ダートサイズ1400。勝てるといいね。1.7倍。ただいまより投票受付を開始します。ダートがまだ苦手かどうかわからないですが、1.7 倍です。まあ、ここはダイジェストで、途中飛ばします。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。10番デルタグラス号が先手を取ります。内を通ってスルスルとパイプライターが上がっていきました。アタックジャンプ、キャベツフェアリー、3番カリオンシャトル、それからツーランドオン、まもなく第3コーナー、その外に8番ラハチルアール、そしてしんがりからエリオールポットでやります。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線先頭行く。白い帽子はハイプライター、アタックチャンプ懸命に追う先頭ハイプライター、しかし差はそれほどでもない。パタノバイアリーものすごい足、アガープルーも追い込んできた。やっぱり来た、アガープルーやっぱり来たという感じ。カリオンサトルがかわした、頑張る頑張る。藤田とカリオンサトル、アガープルーがかわした。カリオンサトルが2番手、内か外か、ほとんど同時。届いてないな。反応が遅いし、最後はしぶとく伸びてきたんですが、ダートでは勝てませんでした。千八段は勝てそうな気がする。次行こう。組み適性が長い。1着6番、2着4番、3着3番。気を取り直して次行こう。ダート適性がどうかっていうのは気になりますかね。まだダートでやります。勝てるといいね。 1.3 倍に下がります。ただいまより、京都競馬場の白鳥もレースを見守ります。スタートを切りました。12頭ちょっと出遅れたんでしょうか。11番ツーラングオン、ダッシュがつきません。先に行くのはどの馬なんでしょうか。アタックジャンプが先手を取ります。赤い帽子が馬込みで入れています。場内がドッと来ている、場内がドッと来ています。パタノバイアリー直線伸びてくるのかどうか。ここで先頭に立ったカリオンシャトル、パタノバイアリーものすごい足、絶好の手応えで、パタノバイアリー抜群の手応え。パタノバイアリーが2番手、1着パタノバイアリー、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。距離がやっぱり伸びた方がいいですね。これはもう2000から2600だったので、この辺の距離の適性は同じで、ダートそんなに向いてないわけじゃない。2着5番、3着ダート走らせてもいいと思うんですが、東京大商店クラスなら頑張ろう。さあ、まあ芝の特性は分かってるから、次風の 2000m へ、まあ勝てるでしょう芝だったら。ダートは長い方が1600。いいじゃないの、ね、1.2倍。ただいまより投票受付を開始します、まあね、トニーホームズ、トニーホーム、橋本真也が異種格闘技戦で戦った相手、水面蹴りを炸裂します。トニーホームズ、ゲートイン終わりました。体制完了。さあ飛び出した12頭、まずまず揃って飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。先頭に立ったのはドキメキカーバー、7番ピカリロック、内を通ってスルスルとトニーホームズが上がっていきました。3番雪景色、アリーフェイクがその後ろ、6番サファリハイセブン、
11番第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノバイアリーはしんがりだ。これが割ってこれるのかどうか。さあ先頭はときめきハーバーが4馬身リードを懸命に手を動かして、海老名とカタノバイアリー、ここからどう伸びるか。時のかけら、おっとなんだこれは、オレンジの帽子、時のかけらか。先頭中立てとときめきハーバー、ノーベルペガサス先頭に立った。ノーベルペガサスまだ粘る、まだ粘る。ここで一気にカタノバイアリーだ。ここでは負けられない。カタノバイアリー1着、カタノバイアリー。すごすぎるな。これで軽くオープンを突破です。やったね。スタート A、 どこがスタート A なんだ。1着8番、2着11番。見回しが出遅れそうですね。楽しみだね。世界競馬の主役とまで言われてますね。ちゃんと調教パートナーを設定しておきましょう。エピファネイアを設定です。はい、何です。さあ今ですね、8月の2週です。何に出すかって考えどころですね。菊花賞はちょっと距離長いだろうな。一応おすすめにはなってるけど。お、嬉しいか。よしよし。楽しみだね。あ、電池切れそう。いい感じだね。人参へ。いい感じだね。はい、何です。はい、何です。太いって言ってますね。なのでしばらくは太さを取り戻すために、操作を解消するために重い調教をしないといけないですね。あ、電池切れそう。パートナー調教、スタミナって言ってますね。とりあえず調子回復を最優先に。いいじゃないの。勝負根性が高い。でも勝負根性高くても追い込みだからな。いい感じだね。スイカ使える限りはスイカを惜しみなく使いましょう。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。あー、電池切れそう。何です。遠征はあまり得意でなさそう。体重はバッチリだね。はい、何です。新潟記念出すとどうなる。はい、何です。もう一度510で重いんですね。そうか、これだとプラス4機になっちゃうから、モンスターが解消できるわけじゃないんだ。嬉しいか。よしよし。あー、電池切れそう。スタミナ欲しいかな。スタミナ言うほど欲しくないな。まあまあかな。嬉しいか。はい、何です。
そうですね、そろそろエースに出したい。カトバイアロードに乗れと。そう、武豊かな、普通に。はい、何です？これがベスト体重ですね、現時点での508キロ。状態いいです。分かってるんだけどな。502キロになるかプラス6キロ上げないといけないからな。森林馬道とか使えますね。体重減らすときしか使えないしね。508キロだから。スピード上げていきましょう。ひとまず。プラス4キロ。体重はバッチリだね。はい。何です？馬体重を調整文句なしで、これで挑めます。2.0 倍です。一番人気トレジャー使いますね。進行カリドマンハッタンカフェ強いな。マンハッタンカフェ この中でやっぱり知名度が高いのはマンハッタンカフェなんで、マンカフェの副賞200枚買いましょう。レース観戦。まあ、中山直線は短いですが、勝つのは我が馬だ。ということで、セントライト記念、挑みます。次が難しいですね。菊花賞もいいんですが、ジャパンカップ挑む手はありそう。狙うは菊の大輪か、秋の盾か、一夏を超えた各馬たちの力試し。菊絵巻の始まりです。まずはセントライト記念、まずまず揃って飛び出しました。典型的な逃げ馬はいません。思い切って行くのは何か。先手を取って3番新軍のペラ、外を通りまして9番ワイネルヴァンガード、それから6番新興カリド、外から1頭10番エルカミーノ、そしてそのうちにトレジャー、その外からはメジロキルテやチアズブライトリーが並んでいっています。そのうちからはマンハッタンカフェ、ロードフォレスター、1番ドラストファイヤー、注目の片野バイアリーと武豊騎手、初重賞戦で見せてくれるのでしょうか。内を通りましてアドマイアロード、12頭が第2コーナーに向かいます。もう一度先頭から行きますと、先頭を行く新軍オペラ、1馬身リード、これを追って9番ワイネルヴァンガードであります。10番エルカミーノ、6番クリゲの馬体新興カリド、そのうちにトレジャー、そして6番手にメジロキルテやチアズブライトリーがそのうちにいます。その後ろでやりましょうか。マンハッタンカフェ菊のステージへ向かって第3コーナー、それからもう1頭2番ロードフォレスター、そしてその後ろからドラストファイヤー、そして1番人気のカタドバイアリー、うまくいっているんではないでしょうか。1番後ろにアドマイアロードでやります。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。ピンクの帽子カタノバイアリー、追い込み体勢に入っている。先頭藤田とチアズブライトリー、トレジャーが差を詰めてきた。先頭変わってトレジャー、カタノバイアリーが差を詰めてきた。間から懸命にカタノバイアリー、これは阪神レースになりました。カタノバイアリーが2番手1着、5番トレジャー、1番人気のカタノバイアリーが2着。これ追い込みのリスクの高さだな、一人にな。うまくなかったです。中山吹雪なのかもね。あれ、いまいちだったかな。
1着5番2着この短距離とかこのゲームあるのかな。1番以上のようにこれの規制は合うはずなんだけどな。馬がレースから帰ってきたね。次菊花賞ですが、菊花賞はなるほどな。マイナス8キロ。つらい、森林バドルで換気だ。いい感じだね。参加で回復です。一周だけ放牧させましょう。ができてるね。農園に行きますか。クエスト達成、やったね。ああ、電池切れそう。切れそう。どうかな。体重はバッチリだね。菊花賞に出走です。エビナマンカフェ乗ってんのか。竹豊ダンツフレーム吉富先生かな。岡部さん行きましょう。はい、何です。ベストバタージは508キロまま変わらず。ああ、電池切れそう。体重はバッチリだね。絞っていきます。もうスイカがある限りは育てられますね。菊花賞本番です。今週はレースがあるよ。体重はバッチリだね。でスイカ使えばいいわけですね。体重はバッチリだね。はい、何です。馬体重調整をバッチリってことで菊花賞に挑みましょう。マンハッタンカフェが、いや、トレジャー帯が一番人気だね。トレジャー出ないんですね。トレジャー距離が、投票受付を開始します。あれか、一応一番人気でジャングルポケットもいるのか。ハッタンカフェの方が良さそう。もう一回マンハッタンカフェ。エアエミネムあたりも強力ですね。サンライズペガサスも美味しそうだな。ダンツフレーム油断はできないですね。チャーズブライトリー、テザー星座、100か。これで行ってみましょう。馬剣士菊花賞です。まあ、育ち切るのに時間がかかるのかもしれないですね。ピークはまだまだ先ってことか。菊花賞、
開催です。秋の夜に繰り広げられる 3000m の重厚なレース、果たして菊の大輪を手にするのはどの馬か。どうかな。いよいよ本番、気合を入れてちょっと出遅れたんでしょうか。1番アドマイヤロード、ダッシュがつきません。果たして何が行くのでありましょうか。どうしても鼻を切りたい。3番マイネルデスポット、やはり行きました。それから4番ビッグゴールド、エアエミネムが上がってまいりました。そして4番手に9番チアズブライトリーであります。ジャングルポケットがその後ろ、アグネスゴールド、12番ダンツフレーム、8番マンハッタンカフェ、そのうちに天山セイザー、ちょっと離されまして7番サンライズペガサス、これが一番人気の10番カタノバイアリーであります。そしてしんがりからアドマイアロードであります。緑の芝生は両方と発表されております。これが先頭マイネルデスポット、そしてその後ろから2番エアエミネム、外を通ってビッグゴールド、それからティアズブランドリー、その外からは11番ジャングルポケット、まもなく第1コーナーに差し掛かります。内を通ってアグネスゴールド、そしてその後ろから12番ダンツフレーム、それからマンハッタンカフェ、天山セイザがそのうちにいます。その後ろ3馬身くらいあって7番サンライズペガサス、カタノバイアリーはこの辺り人も馬も一息つく第2コーナーです。1番黒い馬体アドマイアロード、さあ前の方はどうなっているのか。3馬身くらいの差をつけて3番マイデルデスポットが先頭です。これを追って2番エアエミネムであります。その外に4番ビッグゴールド、その後ろ3馬身くらいあってチアズブライトリー、外から1頭ジャングルポケット、その内からは5番アグネスゴールド、ダンツフレーム、それから8番マンハッタンカフェ、内から1頭天山セイザー、ちょっと離れて7番サンライズペガサスであります。そして1番人気のカタノバイアリー、なかなかいい感じ。1番後ろに1番アドマイアロード、マイデルデスポットがレースを引っ張るようになりました。さあ京都競馬場は大歓声であります。カタノバイアリー直線伸びてくるのかどうか。マイデルデスポット先頭、そしてその後ろから白馬襲いかかってくる。カタノバイアリーものすごい足、カタノバイアリーが外から飛んできた。このまま粘れるか。マイデルデスポット、エアエミネム、ここで先頭に躍り出る。マイデルデスポットが2番手、カタノバイアリー先頭に立った。1着カタノバイアリー、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。京都が勝ちました。初 G1、 超初 G1 制覇です。やったね。ジャパンカップか。ジャパンカップは距離が ローテーション的厳しすぎるんで、香港か香港バーズか有馬記念ってことになります。さあ電池がかなり足りなくなってきて、おめでとう。急いでやりましょう。あー電池切れそう。気合い十分だね。体重戻しきれなかったね。で放牧です。はい、何です？あー電池切れそう。はい、というわけで片尾バイアリー 1.0 倍のデビューをして、菊花賞を取ることができました。これからどんどん上昇に乗っていきたいですね。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。